鉄道事業者。鉄道事業者あるいは、鉄道会社とは、鉄道を使用して、旅客輸送、または、貨物輸送の運営、または、軌道、線路の維持管理などをするものである。自然人でもあり得るが、基本的に法人である。高企業、市企業どちらも多くあり、北、アメリカ、日本では私企業の割合が多く、ヨーロッパ、アフリカなどでは、高企業が多い。 会社の場合は、鉄道会社と呼ばれる。車両、または、軌道、線路のみを所有する場合と、両方所有する場合がある。日本の鉄道事業者は、鉄道事業法第7条で、鉄道事業の許可を受けたものと規定される、事業体である。鉄道事業法上は、鉄道事業をするものに制限がなく、株式会社以外の公益法人や、 宗教法人などの法人や個人でも事業をすることはできる。類似のものとして、軌道法による軌道経営者、軌道会社があるが、一般的に鉄道事業者、鉄道会社と区別して認識されることは少なく、これを含めて抗議の鉄道事業者と解されることもいい。ただし、法律やその規制が大きく異なるので、事業形態が全く異なる場合も多い。 軌軌軌道道道法法にによる軌道経営者については、軌道法を参照のこと。鉄道事業者と、軌道経営者を総称して、鉄軌道事業者と呼称する場合もある。事業者によっては、東京急行電鉄などのように、鉄道、軌道の両路線を建営しているケースや、新交通システムのように一本の路線に両者が混在しているケースもある。鉄道事業法第2条により、 次のような鉄道事業の区分がある。一般的には実際の車両を保有し、列車の運行管理を行う第一種と第二種鉄道事業を行う事業体を鉄道事業者と呼ぶことが多い。鉄道による旅客、または貨物の運送、列車の運行を行う事業であるもの、鉄道施設一式を保有するとともに列車の運行も行う。 ほとんどの鉄道事業者が該当する。なお、鉄道事業法第59条第1項の規定により鉄道建設、運輸施設整備支援機構と日本高速道路保有、債務返済機構が行う第三子鉄道事業に該当する業務については、同法の規定が適用除外されており、これらから鉄道施設を借り受けて、 列車の運行を行う事業は、第一種鉄道事業とみなされる、鉄道事業法第59条、第2項ことになっている。自らが付設した、以外、第一種や第三種鉄道事業者が保有の鉄道線路を使用、借用して、旅客、または貨物の運送を行う事業である。第二種鉄道事業者の路線のうち、施設保有事業者が第一種鉄道事業者であるのは、 以下の例がある。施設保有事業者が第三種鉄道事業者の例は、第三種鉄道事業者の不死の表を参照。鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する、目的をもって付設する事業、及び鉄道線路を付設して、該当鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に、もっぱら使用させる事業。 北総線の小室伊東の千葉ニュータウン鉄道や神戸高速鉄道の他に新線建設の際に鉄道施設の建設、保有を行う第三種鉄道事業者として設立される事業者が該当する。後者の例としては JR 東西線の施設を保有する関西高速鉄道があり実際の運行を行う JR 西日本が第二種。神戸高速鉄道は 鉄道事業法成立以前から施設のみ保有する形で、阪急電鉄、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道、神戸電鉄が乗り入れてくる形をとっていた。同法成立以後は、神戸高速鉄道が第三種、乗り入れ各社が重複して、第二種となっていたが、後に整理されて山陽は、全線の、阪急は、深海地位制の第二種事業を廃止している。 駅営業は、神戸高速鉄道が逆委託される形で行っていたが、これも整理以後、阪急レールウェイサービスへの委託となった。神戸高速鉄道はこのほか北上線を北上、急行電鉄から譲渡されて、各々第三種、二種事業者となっている。上下分離方式を取るにあたって、地方自治体が第三種事業者として、インフラを保有する事例もある。 他人の需要に応じ、作動による旅客、または、貨物の運送を行う事業。扉を有する閉鎖式の半機を使用して旅客、または旅客及び貨物を運送する作動を、普通作動、外部に開放された座席で構成される椅子式の半機を使用して、旅客を運送する作動を特殊作動という。前者は、ロープウェイや、ゴンドラリフト等、後者は、夏山リフトや、 スキーリフト、ティバー・ジェーバー・リフト等のことである。もっぱら事故のように供するため設置する鉄道であって、その鉄道線路が、鉄道事業のように供される、鉄道線路に接続するもの,の。専用鉄道は、貨車の荷主の工場や、倉庫などへの最寄り駅からの貨物引っ込め線のこと。鉄道貨物輸送の盛んだった1970年代までは、 工場や港湾地帯を中心に数多く存在していたが1985年以降の鉄道貨物輸送方式の車扱い貨物からコンテナへの転換によりほとんどが廃止された景観の干渉、遊戯施設への移動その他の観光の目的を有する旅客の運送をもっぱら行うもの。鉄道事業法第5条第2項で特定の目的を有する旅客の運送を行うもの。 として規定されている鉄道事業で、具体的には鉄道事業法施行規則第6条の2に規定されている。遊園地への客の送迎のための鉄道など公共性の低いものについて、より簡略化された手続きで鉄道事業が行えるようにしたものである。通常の鉄道事業の許可権限は国土交通大臣にあるが、特定目的鉄道事業については、 地方運輸局長に委任される。2000年3月の鉄道事業法改正によって新設された区分である。最初の適用例は2005年に2005年日本国際博覧会の会場内で運行された2005年日本国際博覧会協会会地球白線である。しかし、これは経営機関が博覧会の会期中に限定された IMTS による路線であった。 2009年4月26日、福岡県北九州市の文字港レトロ地区内の文字港メカリ公園館で平成地下法鉄道が第2種鉄道事業者、北九州市が第3種鉄道事業者として運行する文字港レトロ観光線山銀トロラインがこの区分の適用を受ける初の普通鉄道の路線、常設路線として開業した。 この他に1997年に廃止された新越本線、横川軽井沢間、薄井峠の一部で、園内遊具として、鉄道車両を運行させている、薄井峠交流記念財団が、横川軽井沢間の全区間について、特定目的鉄事業の申請を予定している。詳しくは、薄井峠、薄井峠鉄道文化村を参照。なお、 これらと同様に観光目的でトロッコ列車を運行している佐賀の観光鉄道、黒部峡谷鉄道はそれぞれ単なる第二種鉄道事業者、第一種事業者であり特定目的鉄道事業者ではない。なお、黒部峡谷鉄道は親会社である関西電力が資材輸送のために付設した専用鉄道を起源としており、現在もなおその使命を有している。 鉄道事業者、軌道を含むの経営組織形態は以下の通り区分される。日本の鉄道事業者のほとんどが株式会社であり、このうち25社が株式公開、上場をしている。鉄道事業が本業でない関西電力も上場企業である。なお、大手鉄道事業者がその系列鉄道事業者の株式を保有し子会社化している例は多い。 完全子会社化しているケースと、そうではなく、一定比率の株式を有しているに過ぎない場合とがある。子会社化されたものは省略。地方公営企業、交通局、公営交通の一形態、あるいは地方公共団体が直接経営する企業形態で、次の18事業者がある。他に不定期の貨物輸送のみであるが、旧新潟臨海鉄道の施設を、 新潟県は2002年11月21日に引き継いだ黒山駅分岐新型東港専用線第2種事業者は JR 貨物もある。戦後、鉄軌道事業を行っていたものの、現在では廃止した公営事業者は、大都市、政令指定都市の地下鉄が公営企業によって経営されているのは地下高速鉄道整備事業費補助制度に基づく。 地下鉄建設費の補助金が原則として地方公共団体及び救援団だけに支給さとためである。現在、鉄道、機動事業を行う事業者に、独立行政法人等等規例旧特殊法人等規例の別表に掲げる法人に、含まれる協議の特殊法人は存在しないが、新設、目的の変更、廃止が総務省による、 審査の対象となる講義の特殊法人に次の特殊会社、株式会社が含まれる。過去に鉄道、軌道事業を行っていた次の特殊法人があった。次の JR3 社は改正 JR 会社法交付前日の2001年6月21日まで特殊会社であった。また JR 九州は 改正 JR 会社法交付前日の2016年3月31日まで特殊会社であった。なお、過去に期間限定免許を受け、鉄道、軌道事業を行った次の博覧会協会も財団法人である。過去に以下の経営形態で鉄道、軌道事業を行っていた事業者があった。このほか、昭和初期、九百二十年代までの時代には、 個人経営、人車軌動など、や、合名会社、合資会社、共同組合、協業組合の小規模な鉄道事業者も存在した。1987年3月31日まで、法的に、国鉄と私鉄という二つの区分が存在した。国鉄は、日本国有鉄道法に基づき校舎としての、日本国有鉄道が経営した鉄道である。 これに対し地方鉄道法、または、軌道法に基づき民間企業及び公営企業が経営した国鉄以外の鉄道、軌道私鉄、または民鉄と呼び、私鉄の路線は、会社線、車線と呼んだ。国鉄の分割民営化により、すべての鉄道事業者が、鉄道事業法及び軌道法に管轄されることになった。JR、グループは、一般的には、 私鉄、民鉄とは呼ばないが、JR 東日,日本、西日本、東海、九州に関しては、完全民営化された、私企業のため、実際は、私鉄、民鉄の一種であると言える。また、それ以外の JR グループ各社は、公私合同企業である。会社線という故障についても、JR の乗車券に例えば、東日本会社線のように書かれてはいるものの、今でも単に、 会社線、車線と呼ぶ場合は、JR 以外の路線を指して使われる場合が多い。9、国鉄の特定地方交通線の転換、または、整備新幹線開業に際して、経営分離された並行在来線の受け皿として、また、日本鉄道建設公団、現、鉄道建設、運輸施設整備支援機構の地方 AB 線、地方開発、 地方幹線の経営主体として設立された第三セクターの鉄道事業者についても、地図記号では私鉄とされているなど、一般的には私鉄に含まれる。ただし、別途第三セクターとして別の区分をすることもある。これは営業路線の歴史的区分によるものであり、例外もあるが、時刻表でも JR 路線の関連ページに記載されていることが多い。ただし、 同じ第三セクターの鉄道事業者でも、旧国鉄からの転換あるいは継承ではない。鉄道会社、例えば、大都市圏の新交通システムやモノレール各社、臨海工業地帯の貨物鉄道、臨海鉄道会社、大都市周辺の都市開発に伴う通勤新線を、付設するために設立された北総鉄道、北大阪急行電鉄、仙北高速鉄道などの鉄道会社、 万葉線、越前鉄道の元々の私鉄路線を引き継いだ、鉄道会社などは、この区分によらず、私鉄として扱われることが多い。なお、JR 及び旧国鉄線を引き継いだ、第三セクター各社は青い森鉄道を除き、ほとんどの民営鉄道会社が加盟する、社団法人日本民営鉄道協会に、加盟していない。ただし入会は任意であり、 旧国鉄線や JR 線を引き継いだ鉄道会社も入会は可能である。地図記号では国鉄線と私鉄線で区分されていたが、現在でも JR と JR 以外の鉄道、第三セクター鉄道を含むで分けられている。JR を除く私鉄についても、首都圏や関西圏を中心に、従業員が数千人、数万人規模の会社が存在する。これらは、 他の業界同様に、社会全体に対して大きな影響を与えるためこれらを大手私鉄、大民鉄と呼び、他の私鉄会社とは区別する。現在は、東京地下鉄、東京メトロを含めた16社を指す。帝都高速度交通営団民営化による東京地下鉄発足前は、国土交通省鉄道局などの統計資料などでは、帝都高速度交通営団を除いた15社を、 大手施設としていた。大手施設を除く施設は、中小施設、中小民鉄と呼ばれる。このうち、中小施設の中でも、規模の大きい施設を順、大手施設、順大手民鉄と呼ぶことがある。順、大手施設の明確な定義はないが、現在、5社が順、大手施設とされている。順、大手施設と中小施設については、地方施設、地方民鉄と定義され、 この中で、都市近郊の大都市高速鉄道と地方旅客鉄の二つに分類される場合もある。これらの区分は労働争議の過程で、特定事業者を大手と呼んだことに橋を発している。詳細は大手私鉄歴史を参照。そのため、中小私鉄と中小企業の定義は必ずしも一致せず、資本金や従業員数といった要素で見れば大企業に相当する事業者も、 中小施設に含まれている。その一例を挙げると、首都圏新都市鉄道や大阪市高速電気軌道、大阪メトロは、2018年12月時点において、国土交通省の資料では両者とも中小民鉄、中小施設に区分されており、大手民鉄、大手施設、準、大手、準、大手施設には現時点では認定されていない。 鉄道事業者の多くが、鉄道事業だけではなく、直営あるいは子会社などで、各種の関連事業や異業種の事業を行っている。これは、公共交通という性格上、鉄道事業のみでは利益を生み出しにくいためであり、特に宅地開発の不動産業と商業施設の展開は、鉄道や駅の開発とセットで行うケースが多い。以下のような事例がある。 中には、銚子電気鉄道のぬれせんべい製造のように、本業の赤字を埋めるために異業種に参入した例も、あるが、鉄道会社というブランドが、企業にとってプラスになっているた、赤字であっても、鉄道事業を継続しているのである。主な例、元来は、鉄道事業者ではない異業種の事業者が、直営あるいは子会社などで、鉄道事業を行う。 もしくは経営破綻した鉄道事業者の再建支援を行っている例として以下のようなものがある。中には、奇襲鉄道のように鉄道会社というネームバリューを得るために既存の鉄道会社を買収し自社の社名を買収会社のそれに変更したケースも存在する。かつては炭鉱鉄道のように工業会社が運営する鉄道も多かった。こうした鉄道としては、 太平洋石炭販売輸送が現存している。また、岩手開発鉄道、秩父鉄道、三義鉄道は、太平洋セメントが大株主であり、セメント製品及び原料の輸送を手掛けている。工業会社が運営する鉱山鉄道や、営林所や、林業者が運営する森林鉄道、かつて北海道に存在した簡易軌道、植民軌道は、 鉄道事業法及び、全身の地方鉄道法や軌道法とは異なる、法令により運営され鉄道である。したがって、これらの鉄道の運営者は、法律的には、鉄道事業者とは呼べない。これらの鉄道は現在では、工業、林業の衰退、モータリゼーションの発達などにより、ほぼその役割を終えた。かつて自衛隊では、有事の際の輸送手段として、 国鉄の鉄道網を利用するため、陸上自衛隊に鉄道車両を運用する第101建設隊が存在したが、道路網の発達と大型輸送機の配備により解体した。海上自衛隊がクレ弾薬整備補給所内での弾薬の運搬にディーゼル機関車を利用していたが2010年頃に使用が中止され、国が運用する鉄道車両と路線がなくなった。 鉄道事業者の中には、大井川鉄道、大岡鉄道、和歌山電鉄など、あえて旧字体、もしくは遺体屋座の鉄を用いて、鉄道、電鉄と表記する例が見られる。これは、鉄の漢字が、金を失うと書くため、縁起が悪いからだと言われる。古くは古事である、鉄を用いた事業者もあった、名古屋電機、鉄道など、通常は、鉄で通じたが、 公的な書類などでは、正式表記の鉄道に統一されていた。また現在の四国旅客鉄道、JR 四国を除く JR 各社では、ロゴ、デザイン文字においては、鉄の字の作りを、質から矢にしたの字を用いて、と表記している。これは、金が矢のように集まるになるからだという話と、当時の日本国有鉄道の赤字経営から、 金を失うことを避けないと潰れるという意向があったという話がある、言われている。かつては近畿日本鉄道、近鉄や、当時近鉄直営だった、近鉄百貨店等を、グループ企業でも同様の字を使用していた。しかし、の文字を見た、小学生がテスト等で誤記することが心配され、教育的に好ましくないという意見もある。 近鉄グループが1967年に使用を停止したのも、それによる沿線住民からの指摘が理由である。なお、本来の字は矢尻の意で全く違う意味の字であり、国語辞典、緩和辞典には明治、大正期に発行されたものや、その復刻版、改定版以外では掲載されていない例が多い。これらの文字については、ウィクショナリーの鉄およびの項目も参照。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。